こんにちは、ひさきです。本日はオリックスについてお話ししたいなと思います。3連覇オリックス、優勝争いどころか A クラスすら厳しいかもしれません。2021年から2023年と3連覇を達成し、パリーグの覇権を握っていたオリックスバファローズ、実際今年も4連覇争いを期待されていたチームではありますが、開幕当初からソフトバンクに独走を許してしまい、そろそろソフトバンクにはマジックが点灯しそうという状況になっています。そして優勝争いどころか現在は A クラスともかなり差が離れてしまったオリックスについてお話ししたいなと思います。で、今回の動画は近年のオリックス、今年のオリックスの現状スタッツ、今シーズンの戦力推移、今シーズンの離脱者、今シーズンの新選手、そして本来主力として活躍してほしかった選手の2023年の総合成績と24年の総合成績を比較してお話ししたいなと思います。まず近年のオリックス、19年以降のシーズンで2年連続最下位から3連覇と完全に生まれ変わったチーム。21年はマジック点灯なしで優勝、22年もマジック点灯なしどころかソフトバンクにマジック1を点灯させた状態から逆転優勝、本当に紙一重の戦いでした。しかしその後の2023年は独走優勝、日本シリーズこそ3勝4敗で日本一こそ逃してしまいましたが、紙一重から圧倒的な差を見せつけての優勝と力を見せることができたシーズンでした。しかし今シーズンは現状5位、かなり離れていて少しずつ上位が見えていた部分はありましたが再び失速、現在は7連敗、首位ソフトバンクとは 18.5 ゲーム差、さらに日本ハムとは6ゲーム差です。後半戦開始、オリックスが対戦したソフトバンクに3連勝できればもしかするとこれから優勝争いに向けて下から上がっていく、ブーストをかけていくということもできた可能性はありますが、3連敗、かなり大きな差になってしまいました。日本ハムとも6ゲーム差、低迷の最下位西武がいるので最下位というところは回避できていますが借金は8という現状です。そして今シーズンの戦力推移、始まる前そしてシーズン中も含めるとこんなところ、はい、まあ、投手で山本由伸選手という絶対的なエースが MLB 挑戦、さらに山崎福也選手とローテーションの柱と1人移籍となるなど大きなマイナスがありました。さらに近藤選手や黒木選手といった経験組の選手、さらに助っ人も入れ替え、そして谷間的に貢献もあった竹安選手らも自由契約など、ローテーション候補そしてリリーフの一軍候補含めかなり積極的な入れ替えを行っていきました。2023年は打率、本塁打、 OPS がパ・リーグトップ、得点は3位でしたが野手では強みになってきていたチームの中で大きな投手の戦力ダウンということが想定されていて、実際それも響いている部分はありますが助っ人の複数獲得、さらに投手では若手有望株の存在、そして野手では西川龍馬選手の追加もあり、投手で多少苦しくなっても野手特に打撃で大きなプラス、さらに中堅的な投手の入れ替え、そして助っ人の戦力化というところでかなり期待もあったシーズンです。その中でオリックスの現状のスタッツ、多くの項目を挙げるとこんなところです。はい、まあ、正直ローテーションの柱が抜けたことは大きいですが、どちらかというとこれからお話しする本来一軍で投げていないといけないローテーションのメンバーの不振と離脱が響いています。新助っ人のエスピノーザ、ロッテから獲得のカスティーヨ、さらに救援新助っ人のマチャド、そして育成獲得の井口選手、現役ドラフトの鈴木宏選手、トレードの吉田輝星選手、そしてドラフトの小田島選手、高島選手と多く一軍で投げることができていて、大きな課題となっていないところは本当に想定以上でもあります。ただもちろん本来勝ちパターン的な投手が投げられていないところもあって、リリーフの負担、さらに新戦力的な選手でも勝ちパターンというところを固定するところまではできず、戦力アップのためにペルドモを獲得、さらに野手でも2023年はトップクラスだった火力で不振選手が目立った上で FA 獲得の西川龍馬選手も低調、そして新助っ人のトーマスが厳しい現状、打撃的に大きな課題になってしまい、パ・リーグでぶっちぎりワーストの西武がいるので大きく目立っていないかもしれませんが、かなり苦しんでいて投手でも強みにならず先発も課題、救援もかなり苦しいです。そしてもともと守備走塁では課題のチームだったので、細かい野球でもなかなか武器にできない、そんな戦いになっています。そして今シーズンの離脱者、主な選手を挙げるだけでこんな感じです。
敗。投手出身の森友哉選手が調子が上がってきた時に離脱があったり、中川圭太選手もたびたびの離脱。さらに内野手、特にセカンド等でユーティリティ的に起用されていた義母選手、ゴンザレスも離脱。そしてさらにサブとして考えられる大城選手が離脱があり、復帰した後即離脱とほとんど出場できていない現状です。そして前半戦に希望を見せていた西野選手も離脱があったり、主力として大きな成長を見せていた太田亮選手、かなりチームの中で希望でしたが離脱と、もうチームにとって痛いレベルではないことが多いです。打っていた選手が離脱していく、そんなスパイラルが止まりません。エース宮城選手も離脱があったり、リリーフの柱となっていて欲しかった山崎総一郎選手もたびたびの離脱。さらに平野選手も離脱が多く、ベテラン投手たちも一軍にいられない。離脱だけでここまでのメンバーを挙げられてしまう、ほぼチームが組めそうなくらいの状況になっています。東選手、山岡選手、宮城選手、そしてリリーフでは平野選手、山崎総一郎選手、小木田選手、そして野手でも復帰はしていますが森友哉選手、太田亮選手、西野選手、マーヴィン・ゴンザレス、中川圭太選手、希望選手、本当に先発のローテーションの複数メンバー、勝ちパターン候補、そして野手でもレギュラー的な選手に加えサブ的な選手も多く離脱という状況になっています。そして今シーズンの不振選手を挙げるとこんなところです。はい、山岡選手や東選手、山崎総一郎選手や中川圭太選手、小桁選手らポジション的に想定していた選手、戦力ダウンがあったところで今までよりレベルアップ、主力になっていきたい選手が離脱ということを今までお話ししてきましたが、さらに成長を見せたかった山下選手の苦戦、首位打者頓宮選手の不振、さらに宇田川選手まで苦しんでしまうなど、離脱に加えて主力的な想定選手が一気に苦しんでしまったんですよね。さらに打撃的に躍動があった若月選手も不振、さらに本塁打を後には苦しんでいたとはいえ、毎年 OPS7 割近辺、2桁近辺は本塁打を放っていた杉本選手が今年はより安定できず、まあ、打撃的にも投手的にプラスを出したい、ある程度パリーグ全体でも平均的なレギュラークラスの活躍を期待されている選手たちが不振、さらに打っていた選手が離脱、そしてそもそもチーム全体で離脱が多い、そんなシーズンになっています。そしてまず主な2人の成績と新加入エスピノーザ・カスティーヨの成績を挙げるとこんなところです。まあ当たり前ですが、山本由伸選手、山崎福也選手と大きな戦力ダウンがあり、先発的にかなり苦しいと想定していましたが、もともと山崎福也選手はある程度裏ローテーション、谷間的な部分もあって、安定してイニングというわけではなかった部分もあったんですよね。その中でエスピノーザが毎試合多くイニングとはならなくても、クオリティスタート近辺を記録し勝利。現状先発ローテーションでフル回転で開幕当初から支えてくれていて、カスティーヨは逆に多く勝利こそなっていなくても、ビハインドでも多くイニングを投げてくれるイニングイーターとして非常に貴重な存在。もしかするとこの2人のイニングだけ見るとある程度追いつくという可能性も十分あるかなと思っています。当然勝敗数は大きな部分はありますし、山本由伸選手という絶対的な存在が抜けたのは痛いところではありますが、イニングという観点、防御率的にも大幅に悪化しているわけではないので、まあ、勝敗というところはかなりチームの貧だというところにも大きいかなと思います。そして主力的な選手の23年24年の投手成績比較するとこんなところです。はい、まあ、今回の主力選手というのは山下俊平太選手、平野選手、山崎総一郎選手、山岡選手、阿部選手、宇田川選手、小木田選手らを考えています。はい、ホールドポイント、セーブともに大きく減ってしまい、先発としてもイニング、そして勝利数大幅にダウン、そして防御率も大幅に悪化。当然新戦力選手、曽谷選手ら期待選手が一軍主力になってきたところはありますが、やはりこれだけ主力的な投手でダウンが出てしまうとお話にならないところはあるんですよね。8分の1ぐらいになってしまっています。当然先発の勝利はチームの打撃課題に影響されるところはありますが、シンプルにそもそも稼働できていませんし、失点も目立つんですよね。そして抑えていた投手も離脱していく、小桁選手の離脱から勝ちパターン少しずつ崩れていったかなという体感はあります。そして2023年と24年の野手の主力成績を比較してみます。で、今回は2023年 OPS7 割近辺、そして多く打席に立った中川選手、紅林選手、宗選手、森選手、頓宮選手、若月選手、杉本選手、ゴンザレス、セデーニョ、野口選手、茶野選手の合計成績を比較しています。はい、
大きなダウンです。母数的にはやはり野手なので多く打席に立ってはいますが、現段階では半数程度、まあ、シーズン的に考えればもしかするとここが追いつく可能性もなくはないのですが、本塁打的には現在は4分の1くらい。もちろんシーズンが終了していないので打席数に関してはまだまだ差がありますし、本塁打に関しても上げていく可能性があります。ただ現時点で昨年の半分以下、 OPS も1割以上下がっていて打率もかなり下がっています。シンプルに出塁数も減っているところで打点も半数以下、昨年はリーグトップクラスだった本塁打、 OPS も現在の主力選手後継でかなり厳しいです。離脱者続出の投手陣で耐えているところはありますが、本来主力になっていかないといけない選手たちが不振、そして野手でも離脱者が出ている上で本来主力として貢献していかないといけない選手、さらに大きなプラスを期待した選手が大きなプラスにならず、投手助っ人とは異なり野手では助っ人でも苦戦。セデーニョの当初の貢献はありましたが中盤以降は苦戦中、新助っ人含めプラスが難しい。投手では曽谷選手のブレイクが大きいところですが、野手でブレイクの兆しを見せていた太田亮選手が離脱、アピールしてくれていた中堅選手も離脱と負のスパイラルが止まりません。もともとチーム全体守備走塁は武器とは言えず、2023年の日本シリーズでは怪我もありほとんど動けなかった杉本選手がレフト、外野経験が浅い広岡選手がセンター、もともとキャッチャーの森選手がライトという起用だったこともありました。守備や足で多少厳しくても打撃でプラスを期待する、そんなチームですが、現在は打撃でも足でも守備でも苦しいチームになってしまいました。投手でも戦力ダウンが目立ち、よくない袖は触れないとも言われますが、そもそも服を着ているのかというレベルになってしまいました。ソフトバンクに借金4、ロッテに借金6、楽天には貯金1、2チャームには5割も借金32と、パリーグで現在圧倒的に苦しい西武に負け越してしまっている唯一のチームなんですよね。順位対象チームに勝ち越せていないどころか下のチームに負け越し、上位チームに大きく負け越し中。今年のパリーグに関しては西武ライオンズという低迷チームに対してしっかり取りこぼさず勝てるかというのが重要で、実際ロッテは1つも負けておらず11勝0敗です。3連覇から4連覇を狙うシーズン、主力選手の移籍が目立つ中で補強もしてきて新戦力も獲得し活躍しているところが見えています。ただここまで大きく主力選手たちが苦しむというところは想像がつきませんでした。そもそも昨年も離脱者が多く出ていたチームでしたが、その中でいろんな選手でカバーしてきました。ただ今年はそのカバーも難しいところ、現在首位どころか A クラスまでも6ゲーム差、3連覇から B クラスとなってしまう可能性も見えてきています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。